ープの煙その4ですね、4回目になりますね。今日はちょっと特別編みたいな感じで、もうすでに映ってると思いますけど、可愛らしいトナカイの缶ですね。ラットレウィンターエディション2021、こちらを入手しまして、いわゆるクリスマス限定品のパイプタバコですね。これをちょっと試してみたいと思います。あとはまあこれスターバックスのコーヒー豆なんですけど、クリスマス限定の、まあ、コーヒー豆ですね。これも一緒に楽しんでみたら、まあ、雰囲気出るかなと思いまして、まだちょっとこういう、これもスターバックスの、まあ、私結構好きなんですけど、クッキーでホワイトチョコレートが入ってるクッキーですね。こういうのも合うんじゃないかなと思って、ここら辺との組み合わせも一緒に試してみたいと思います。でですね、まあ、私コーヒーも結構好きなんですけど、こういうエアロプレスっていう空気の圧力で入れるやり方がありまして、これもちょっとこのスターバックスのクリスマス限定、コーヒー豆ですね、これをちょっとエアロプレスで入れてみたいと思います。ではまずスターバックスの、クリスマス限定パイプ豆、ブロンドローストですね。まあ比較的浅入りだと思うんですね。これはちょっと解説によるとですね、穏やかなローストで仕上げた明るい味わいのクリスマスブレンド、オレンジやイチジクを思わせる甘みや酸味を持つエチオピア産コーヒーと、ソフトスパイスを感じるアジア太平洋産コーヒーですと。あの苦味の強い深入りじゃなくて比較的浅いりだとは思いますね。でこれをですね、まだ引いていないんで引くところからやってみたいと思います。これ豆ですね、豆の状態ですね。確かに茶色が薄いんで、まあ浅入りというか、まあ普通ぐらいですかね。浅入りまでいかないかもしれないですけど、結構タバコ、まあ本当苦い深入りのものと、まあエスプレッソとか苦いのが好きな人もいますけど、浅入りでフルーティーな感じでコーヒー入れると結構合いますね。果物っぽい感じを、まあ、コーヒーで出すと、まあ、少し甘みもあるんで、巻きとかパイプタバコには結構合いますんで、もしよかったら浅入りのフルーティーなコーヒーをちょっと選んでみ合わせてもらうと面白いと思います。こんな感じですね。見えますかね。これで引いてみます。揺れちゃってますね。ちょっと我慢していただいてそうですね、下から出てきますね。こんなもんですね。はい、ではエアロプレスをやってみたいと思います。これエアロプレスの器具ですね。こんな感じか。じゃあどうやるのかというと、ここをですね、これをこんな感じで、ここにゴムがついてるんですけど、これをまあ空気圧でこう抽出するんですね。結構豆の旨味とかも空気圧で出せると言われてますんで、よりフルーティーなコーヒーとかには向いてるんじゃないですかね。まあ、こんな感じで、でここにまあしっかりこれ漏れてないと思うんで、ここに先ほどの引いた豆を入れます。
ヒント豆が入ってますね。でここにもお湯を入れちゃいます。一杯分ですね。このぐらいですかね。こう入れちゃいます。でここで一回かき混ぜるんですね。かき混ぜます。でこっちのこれですね、ここにペーパーフィルターを入れまして、これがこういうの売ってますんで、これを1枚ですね、ここに入れます。こんな感じですね。でここにセットするわけですね。セットしました。これじゃあここで空気圧ですね。空気の圧でこう押してってますね。今ずっと押してます。空気の音がしましたね。空気の音がするっていうことは、まあ、お湯は全部出たっていうことですね。でこれでもうやめてもいいです。まあちょっとあるかもしれない。もう少し押してみましょうか。はい、はい、これで終わりですね。まあ、簡単です。早速ちょっと味見だけしています。もうブラックで飲みますね。確かにフルーティーですね。甘みが、甘みって砂糖じゃないですけど、豆の甘みが、まだパイプ始まってないですけど、ちょっとこのクッキーやっぱり合いそうですね。食べちゃいます。この中にホワイトチョコレート入ってるのがいいですね。いただきます。うん、美味しいですね。ではここからですよね。ここからが、まあ、本題ですね。このラットレ、これを試してみたいと思います。では行ってみましょう。今日は普通のこのビリヤードのパイプでやってみます。今日は特別編なんで、まあ、動画も短めにしたいと思います。一緒にクリスマスの時間をこういう、ね、パイプの時間で楽しめればいいですよね。それぐらいの余裕が欲しいところですね。こんな感じで袋に入ってますね。こういう感じで これがブラックキャベンディッシュゴールデンバージニア、バージニアフレイクですね。フレイクが入ってるのが今回の一つの特徴でしょうかね。ちょっと暗いですか、見えますかね。こうですね、フレイクが入ってるんですね。でブラックキャベンディッシュですね。でこのちっちゃいのはまあ普通のゴールデンバージニアですね。フレイク、そうですね、フレイクあんまなるべくほぐさないでいきましょうか。やっぱりバージニアがメインですね。マラスキーノチェリーっていうのはよくカクテルとかにポツンと1個乗ってるチェリーですよね。なんか甘くつけたような感じのチェリーのことですね。そうですね、やっぱり
バージニアのシンプルなタバコに少しやっぱり香りがついてるっていう、簡単に言うとそんな味ですね。バージニアがメインなんですけど、まあこう煙を漂わせた時に、まあ、バージニアの香ばしい香りっていうのはそこで漂う煙がちょっとチェリーの香りがついてるっていう、なんかちょっとおしゃれなタバコですね。これは周りの人も嫌がらないんじゃないですかね。こういう少し甘みがあってどぎつい甘い香りも逆に嫌がられますよね。こう優しい感じぐらいの方が周りの人は好きなんじゃないですかね。で、このスターバックスの浅煎りのクリスマスブレンドが合うかどうか。結構柔らかいフルーティーさは両方に似てますね。優しい感じが似たコーヒーとタバコですね。で、タバコ自体もすごい弱いですね。強いタバコじゃないですね。本当に長時間吸えるタバコって感じがします、ね、せっかくクッキーもあるんでこれもつまみながら、まだ口に入ってる状態でこうパイプ加えてもいいと思いますね。煙とこの甘みとうまく混じり合えばいい感じになりますけど、クリスマス限定タバコはだいたいやっぱり着火のかなり甘い香りがするタバコがどのブランドも多いんですけど、毎年多いですけど、今回ラットレー2021は非常に吸いやすいですね。軽いっていうのもありますし、ほのかなチェリーの香りですね。こういう周りの人も好みそうなちょっと着火系のタバコは、まあやっぱりクリスマスなんで、まあこういうコロナとかある時期ですけど、まあ、誰かと一緒に食後にこういうパイプをくぐらせて、ね、いろんな楽しい話とかできると本当にクリスマスらしい、まあ、クリスマスだけじゃなくてやっぱり年末年始はいろんな人と会う時間も取れると思うんで、そういう時に本当ぴったりなタバコですね。忙しい、普段忙しい方も、まあ、パイプはやっぱり30分ぐらいは、ね、ゆっくりした気持ちで楽しみたいですね。ぜひクリスマスから、まあ、年末年始正月にかけてパイプを楽しむ時間を皆さんも取っていただければなと思います。今日はちょっと短めですけどこれで終わりにしたいと思います。パイプの煙ラットレウィンターエディション2021を試してみました。そしてスターバックスもクリスマス限定のパイプ豆じゃないコーヒー豆ですね。クッキーなんかも楽しみました。ではまたお会いしましょう。